ただそれってあのその一番最初のそのあの要はその胃酸とアルコールが一緒に来るとまずいよねっていう最初のところの問題でなのであのその飲み始めてからおつまみを一緒に食べた方がいいかっていうと別に関係ないっぽいんですよねなのでその飲む前に何か口に入れるっていうのは大事なんですけどそれ以降は別になんかおつまみを入れた方がいいかっていうのそうでもなくて で、その健康的な理由というよりは、むしろそのアルコールでそのちょっと頭がおかしくなってるので、なんかあの何食べても美味しく感じるとか、なんかいっぱい食べたくなるみたいな感じで、で、割とその多く食べたくなるので、なんかいろいろこうつまみな、要は食欲がっていう欲に負けてしまうので、わしわしと食べたくなってしまうっていう、そういう問題なので。なので別にあのその、なんか飲んでる最中食べた方がいいよというわけでもなかったりします 要は、でもあの、好きっぱらに良くないっていうのは一番最初の段階で、で、それ以降は別にもう飲み始めちゃったんだからもうしょうがないよねっていう話で。で、まあ、ありがちな、そのなんか飲み会が終わった後に、そのなんかラーメンとか、あのなんか福岡だとうどんらしいんですけど、で、そのあのなんか沖縄だとステーキみたいな、あれなんか締めの食べ物系っていうのは、その脂っこいものだったりとか、あの塩味とかの味の強いものっていうのは、なんかその、酔っていて頭が悪い状態だと、なんかそういうものを食べたくなるみたいなのが最後にあるらあるみたいですよ、はい。 アルコールで純粋に太るというよりも、なんかその食べ、飲んでる最中に食べてしまうだったりとか、そのなんか飲み終わった後になんかラーメン的なものとか炭水化物的なものをこう食べるみたいな。なのであのなんか、酔っ払って家帰った後のお茶漬け美味しいみたいな、あれも炭水化物とその、あの、お茶漬けの塩味だったりするんですけど、っていうのが割とそのなんか、食べる方はだんだん太っていくっていうのがあるんじゃないかなと思いますけど。